あ、なんですよ。あ、です、です、ですか。どっち、そう、さっきの角度が相方に変わったんですけど、逆の、そうですね。で、先生、もうちょっと内側に入ってもらって、はい。もうじゃ意味ないから先生、先生が、先生、先生もっとこっちに、左側の方に。どうですね、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。助かります。まあ、日本でこうして予備研修するのは久しぶりですけど、そういう細かい数字でこう変わってる部分ってあるんですけど、僕としてはあまりそれほど、なんていうんですかね、気にしてないというか、こうなかなかその微妙な細かい数字が変わったからといって、もちろんやってきたことに充実はしますけど、特別、なんていうんですかね、今までと何か大きく変えたとかは思わないです。これにやった結果だっていうふうに、はい、成長、はい、成長、成長ね。でもありましたけど、まあ、今回その階級も上がったことで、より自分の中のボクシングを始める前も考えてなかったし、日本でやってる時も考えたことなかったので、だそういった意味ではこの自分が未知な部分でやってるっていうのは、それが充実なのかいっぱいいっぱいなのか分かんないですけど、本当にそれぐらい必死になってできてることは間違いないです。